本日ご紹介するのは桜学院の元メンバー、マリリンの愛称で親しまれており、現在はグラビアアイドルとして活動される杉本マリリさんです。杉本さんは2000年8月4日生まれの B 型、所属事務所はアミューズを経てエイジアプロモーションです。杉本さんのご出身は広島県です。2004年4歳でアクターズスクール広島に第12期生として入学されます。マリアルというユニットを組んで活動されていました。2010年、ニコプチの2010年12月号に読者モデルとして初登場されると、2011年にシンデレラオーディション2010において準グランプリを獲得。2011年12月号より専属モデルとなられます。2012年、ニコプチ4月号にて初めて表紙を飾られます。5月に行われた桜学院2012年度転入式でアミューズの女性アイドルグループ桜学院に転入されますが、2013年3月モデル活動に専念されるため、わずか1年という短い期間で桜学院を卒業されました。2014年6月号のニコプチにおいて専属モデルを卒業。同年、第22回ピチレモンモデルオーディションでグランプリを獲得され、8月号よりピチレモンの専属モデルとなられます。ピチレモンでは2015年1月号にて初めて表紙を飾られました。2015年にピチレモンが12月号で休刊したことに伴い専属モデルを卒業。その後復刊したラブベリーにモデルとして移籍されました。2016年6月にアミューズとの契約終了となり、2017年10月にエイジアプロモーションに所属したことを発表。2018年6月ヤングジャンプ聖コレ18にエントリー。30号で表紙、31号で水着グラビアが掲載され、10月には同誌選抜メンバーに選出。そして2022年4月19日に発売した週刊フラッシュから本格的にグラビア活動を再開されました。杉本さんの2022年時点での交渉サイズは身長168センチ、体重52キロ、3サイズはバスト88センチ、ウエスト59センチ、ヒップ86センチの G カップです。素晴らしいスタイルです。そんな杉本さん、好きな食べ物はお好み焼き、趣味はファッション、お菓子作り、特技は似顔絵を描く、歌うこと、ネイルアート、ダンスということです。そしてご出身が広島県ということで、幼稚園時代からカープ女子だそうです。プライベートでは2023年3月24日に駒沢大学を卒業されました。同年12月18日集英社のデジタルコンテンツから選出されるグラジャパアワード2023で YouTube 賞を受賞。これからはグラビアに専念されることでしょう。楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。